スタッフのせいとして逆ギレするロッチ。すると10分後、すいませんでした。すいません、ちょっとすいません、ちょっとテント、ロッチか、あ、ロッチですか、テントじゃない、ロッチ。怒っていた様子だったが、実はロケだと気づいていたデビッドさんの逆ドッキリだったのだ。来たらすぐ分かるんだよ。あれ、どうですか、結構はね、そうですよ、テントの2人が。いや、ロッチじゃない、あんなのかかったもんね、2人も。こうしてデビッドさんは上機嫌で帰っていった。いや、いい日の良かったです。ちょっとやっぱお笑い芸人さんやってるところちょっとカメラの前に立ったらやっぱり、そっちはそっちがいいね。うん、ただトークのキレはなかった。おい、やんねん。ちょっと怖そうだけどとっても優しいデビッド伊藤さんのラーメン屋。デビッドの一番人気は醤油とんかつラーメン。クリーミーであっさりした味わいが後を引くと大評判。女性ファンも入りやすい雰囲気の店内。皆さんぜひ足を運んでみてください。あ、電池がない。あ、ちょっと私も肺炎で大変な思いをしました。肺炎球菌による肺炎を予防しましょう。65歳以上から肺炎球菌ワクチン。お医者さんにまず